ある夏、僕たちは岡田と冒険に出かけた。岡田さんな。そしてたどり着いた森の奥で不思議な体験をしたんだ。スターガーディアンジャックナイフ、カール、クロスマイズ、バリアブルコードでアタック。見事だ、お前たちの力になろう。光った。岡田眩しいよ。しょうがないだろう。ギャラクシーバースト、みんなで。それだ、サンダーだ。シャキーン、ひらきでーす。ギャキーン。はい、今回はね、こちらのドラゴニックスターと、はい、百戦錬磨のトライアルデッキですね。はい、はい、こちらを先行販売で買ってきました。イエッ。というわけで、はい、今回は俺がこのドラゴニックスターを使いたいので、はい、はい、こちらを使って対戦をしようかなと思います。なるほど、思います。はい、はい、あのせっかくなんで、はい、コロコロについてるこちらですね、スターガーディアンジャックナイフフルバースト、こちらを使ってちょっと強化したバージョンでね対戦をしたいと思います。ちょい足しですね。ちょい足しシステム、はい、ヒロアキが使う方はね、はい、じゃあもちろんこの百戦錬磨と見せかけて、はい、こっちを使ってほしいな。はい、じゃじゃーん。はい、こちらドラゴニックフォースでございます。はい、はい、ジャックナイフドラゴンのドラゴンワールドの方のトライアル、ね、はい、そうですね。両方ともタスクのデッキですね。はい、はい、新旧タスク対決やな。お、タスク対戦勃発、はい、という対戦をしたいと思います。はい、わかりました、はい、頑張ります。じゃあまずね、これを開けていこう。はい、何が出るかな、何が出るかな。はい、はい、切れてない。不器用か。不器用じゃねえよ。違うわ、全然不器用じゃない。さよ、僕のライフ。お、タスクのライフ、ライフ、はい、とプレイマットとルールブックとかですね、はい、入ってるやつですね。あ、あれ、これ新しくなってる、これ。あ、本当だ、すげえ。これプレイマットが、プレマがスタードラフだ。おお、すげえ、かっこいい。これすげえ。これちゃんとフラッグのマークもついてるんですね。へえ、かわいかった。めっちゃかっこいい。で、今回のデッキはギャラクシアス、マスクウェール、グビュール、サソスキア、ソロジェット、キャバルリアがこれと光ってるので、これだね。はい、フォーゲル、フェイン、ウェン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 フォトメンチユニバース。さあ、ドラゴンワールドフラッグ外れた。こっちは魔法だね。はい、魔法がいっぱい入ってる。へぇ、こんな感じで武器も、お、武器発動ですね。はい、じゃあ、さっきも言った通り、このスターガーディアンジャックナイフフルバーストをちょっと追加して改造したデッキでの対戦となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、タスク先輩のスリーベア。じゃあ行きますよ。はい。すごい、竜の軍団、ドラゴニックフォース、ルミナイズ。すごい、未来の精鋭よ、ドラゴニックスター界、ルミナイズ。あ、最初はグー、じゃんけんせい。バディファイト、オープンザフラッグ、ドラゴンワールド、スタードラゴンワールド。バディはジャックナイフドラゴン。ジャックナイフフルバースト。まずチャージアンド。はい。ドロー。まずセンターにラテルシールドラゴンをコールします、はい、よ、はい、そしてアタックフェーズ、はい、いけ、ラテル2点のダメージ、ライフで受ける、ガコーン、ガコーン、パチョーン、これでムーブエンドです。ドロー、セガラのチャージ&、はい、ドロー、フォトンセーバーメテオロ装備、テー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 ン、メテオオン、レディー、スターラスト、グロビュールをコール。なんすかそれ。クロちゃん。クロちゃんね、ネオドラゴンの隣に、ドラゴングズ、キャバロリアをコール。そしてね、新能力、クロスナイズを発動。クロスナイズ。合体、ジェーン、星合体って書いてあるやつだね。はい、これは、ネオドラゴンのソウルに入ることができますよ。自分でソウルに入る、ね、自分でソウルに入ることができる。はいはい、そして、そうすると、ね、このカードに能力を与えることができるよっていう能力があるのね。その能力はカードによって違うけど、はい、キャバロリアはこのカードに貫通能力を与えます。貫通を与える、貫通を与えます。え、今じゃあ7000の貫通ってことですか。7000打点に6000の貫通モンスターになってます。おお、
フォーゲルのせい。さらにドラゴンアームズフォーゲルをコール、これもクロスナイズ持ってる、これも持ってる、これも持ってる、はい、これも合体ジーンダブルブレイブレイブレイブこれは移動を与えます、はい、つまり今7000、6000、打点2の、貫通移動持ち強くねモンスターになりました。ソウルも2枚ってことですよね、これ。そう、強い。ドロちゃんでブレイブアタックビシーンで飛んじった。2点貫通、受けるしかないよね。受けます、バリンバリン。はい、それでライフも2減っちゃった。はい、フォトンセーバーメテオールで攻撃、メテオキック、これはライフでいけます。はい、これでね、ムーブエン、このターン、ドロー、チャージ&ドロー。じゃあ、ゲージ値を支払い、手札のジャックナイフを、バディコールだ。ジャックナイフドラゴンの効果発動。いいよ。ゲージ2は支払い。うん。太鼓ないよ。はい。まずデッキからジャックナイフと同じたモンスターを手札に加えるんだけど、移動なんですよね。手札に加える？あ、このように重ねるんですけど、ね、移動なんですよね。移動だよ。移動だから、うん、ディアスパシーの方がいいのかな。ん？ちょっと待ってくださいね。はい、確認しますね。うん、これ、うん、ソウルガード持ってない？バレちゃったよ。あ、ソウルガードはないんだ。ソウルに入ってるけど、うん、ソウルガードではない。このグロビュールはソウルガードはないね。欲しがっての効果でも別にソウルガードが与えられるわけではない。ではない。うん、破壊って言ったら破壊される。うん。お、うんなるほど。パルちゃったよ。じゃあもうこれ俺一択ですね。ここはじゃあ、はい、ジャックナイフサンダーストームなんじゃないですか。ガッとお願いします。ジャックナイフサンダーストームの効果を発動。はい、太鼓ないよ。はい、じゃあライフを2つ支払って相手の場のモンスターを破壊しちゃうぜ。あ、サンダーレイド、グロビュール破壊だ。あ、クロちゃん、バリ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 。こっち、はい、そしてここ悩むんだよな。バディがジャックナイフフルバースト、フルバーストするぜ。確かにライフ1払うと対抗でなんかありましたね。対抗で相手の攻撃力4000以下のモンスターを破壊できる。4000以下か。1対2-1。つまり今このグレイブフォンドラゴンを出してしまうと破壊されてしまうわけやな。これが4000しかない。これが出したらな。だからこれ悩むけど、残鉄のダッシュドラゴンをセンターに攻撃します。はい、まあ、攻撃5000なんでこれでやっかないだろう。アタックフェーズに入よ、入ります。はい、じゃあ残鉄のダッシュでセンターにアタック1点、ライフで受ける、チン、よし、いけ、ジャックナイフいくぜ、ブレイドターミネイター。なんで最後まで言わせてくんないんですか。なんで挟んできたの。いや、どうせ攻撃するやろうなと思って。まあそうだけど、はい、プロトバリア要はね、これ清流の盾です。強くね。清流の盾が入ってんすか、この息。清流入ってるよ、強い。じゃあ、うん、まあもう攻撃できないんで、タイノ、俺のターン、サンド、アンドドロー、チャージアンドドロー。あの力を使うぞ。勝利のためには勇気を持って危険に飛び込むことも必要だ。ジャックってコロコロにこう書いてある。めっちゃ読んでた。というわけでジャックナイフフルバーストバリーコラー、バリ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 、ついにできた。はい、出てくるんだけど、はい、ゲージが2を払って、はい、ドロップゾーンのカードを、このカードのソウルに入れることができます。なるほど。でゲージ払うの、これね、はい、で払った後入れるやつ、ドロップゾーンにね、今クロスナイズのカードがこの2枚あるから、はい、じゃ移動の方をソウルに入れるぜ。合体ジン、ドロップからなんですね、さっきの、そしてバディ、はい、グロビュールの中のやつ、やつ、それもしかして、はい、これね、はい、そのために破壊させたっていうわけさ。何？まさかさっきの全部布石だったんですか。この入れるためにね、ドロップに送ったってわけさ。何？でもソウルにいるんだったら、うん、今コストで払ったこのディビジゲーターってやつでもいいんですか、うん、これリュウソですね、これね、はい、ゲージを払うのと、はい、ソウルに入れるのは同時処理だから、今払ったやつは入れられないよ。コールコストがゲージに払い入れるまで、入れるまでだから、はいはい、これ同時処理だからね。わかりました、はい、で、今フォーゲルが入ったことによって、はい、このカードは7000、6000、はい、打点2の、はい、移動を持つ、はい、貫通ソウルガードのモンスターになったってわけだよ。めちゃくちゃ強いじゃないですか。めちゃくちゃ強い。いくぜ、これでアタックステップ。おお、アタックステップ。ブレイブ、ブレイブアタック。あー、なんかカードゲーム違った気がするけど。こっちこっちこっちでアタック、こっちこっちこっち、センターに貫通持ちだからね。なるほど。スターブレードターミネートフルバースト、ジャ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 、バーン、残鉄の立ち、バーン、2点貫通、そしてフォトンセーバーメテオール、
スラッシュメテオスラッシュドラゴンシード緑竜の盾防がれた。まあね、盾は最後まで温存しとくもんなんで。ファイナルフェイズ、未来を切り開く光、甘く切る星の刃、アニメのやつだ。必殺レディアントバニッシャー、それ4点削れるやつですか。ゲージさんとライフ1払って相手に4点ダメ。 ありがとうございました。強い。これアニメの方の必殺技やね。オニフで使ったやつじゃないですかこれ。そう、ゲージ3でいいんですかこれ。ゲージ3でいいのよ。強っ。はい、というわけでこちらは今日使った、デッキのレシピですね。はい、はい、まずはね、まあ、なんといっても新能力のこちらだね、ドラグアームズたちの、はい、クロスナイス、はい、キャバロリア、フォーゲル、ディビジゲータ、はい、これはネオドラゴン、はい、この特徴のネオドラゴンね、はい、これのソウルにあると、様々な能力を与えますよとネオドラゴンにね、はい、でこのキャバルリアは、貫通を与えます。貫通でフォーゲルは、はい、移動を与えます。移動、はい、はい、で、さっき使わなかったんだけどこちらのカードは、はい、防御力をプラス2000します。あ、防御力が上がるんだ、はい、なるほど、はい、で次に、入れる先なんだけれども、はい、このマスクウェルというカード、はい、こちらね、今、うん、多分画像出てると思うけど、はい、はい、これは、ソウルガードを持ってるのね、元々の能力で。あ、本当だ、ソウルガードかけてる、うん、だけど自分でソウルに入れる能力はないのね。なのでこのカードにこのクロスナイズたちを入れていくと、もうどんどん強くなって、能力を与えつつソウルガードで守るよっていうことが可能になる、うん、じゃあ次ね、はい、このプロトバリア、はい、これはさっきも使ったけど、はい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 、要は清流の盾、ね、はいはい、これが TD に入ってんだもんな。そんで次スペキュライトリング、はい、これ要は、はい、ドラゴンエナジー。本当よ、書いてあることドラゴンエナジー。プラス3000して、はい、反撃や、反撃や、はい、でプラネットメモリー、これ要はドラゴニックグリモン。え、じゃあこれドラゴンワールドで使われてるカードがなんか普通に入ってるじゃないですか。そう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 。へー。で、はい、ここのちょっと説明なんだけど、はい、これ青龍の盾はモンスター守れたじゃん。はい、攻撃を無効にです、ね、攻撃無効にできる、はい、だけどこれは自分への攻撃しか、守れないから。ああ、なるほど、うん、これはモンスター守れないんでここの点だけはちょっと違うからここだけ気をつけてね。なるほど、まあ、自分の、自分への攻撃しか守れないですね。自分への攻撃しか守れない、はいはい、でモンスターはソウルガードを持ってるから、まあ、それで守ってね。本当よ、なるほど、クロスナイズでソウルが増えるから、うん、モンスターを守るっていうことがあんまないんですね。そう、ソウルガードでもう普通に守れるし。はい、なるほど、はい、で今回追加したジャックナイフフルバーストだね。フルバースト、はい、こちらはあのコロコロコミックのね、はい、7月号4月号、はい、こちらについてるのでぜひね入れてみて遊んでみてください。はい、はい、でもう一つ追加したのが、はい、このレディアントファニッシャーだね。アニメでタスクが使ってるやつ。そう、使った必殺技。このカードはね、はい、このブースターの方のね、こちらですね、ギャラクシーバーストの方に、はいはい、封入されてるカードですのでぜひこれも入れてね遊んでみたいところですね。で、はい、もう一つこのギャラクシーバーストには、はい、シバストにはこのデデーす、おスターガーディアンジャックナイフ、はい、これもねぜひ入れてちょっとね早く改造して遊んでみたいね。さあ、というわけで、今日紹介したのはこのデッキの対戦でしたね。はい、これですね、はい、でこのトライアルデッキが7月の3日金曜日発売。はい、7月3日で、こちらのブースターは7月の10日の金曜日発売。7月の10日発売、うん、覚えた、1週間後ね、はい、はい、じゃあこれでみんなもデッキを強化してぜひ遊んでみてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。